それでは、これより地方公共団体の皆様によるプレゼンテーションに移らせていただきます。発表団体の皆様はタイマー表示のためギャラリービューにしていただきますようお願いいたします。こちらのブレイクアウトルームはルーム B、7団体のご発表です。はじめは、石川県穴水町のご発表です。よろしくお願いいたします。 えー、ただいまご紹介いただきました石川県穴水町の八藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは画面共有しながら説明させていただきたいと思います。えー、画面の方見えておりますでしょうか。見えておりますあ。ありがとうございます。それでは始めさせていただきます。えー 鹿県穴水町は、えー、穴水町仮設商店街事業のご紹介をさせていただきます、えー。まず初めに先ほどご発表されていた東方電機産業のまた太田の方からすでにたくさんのご支援をいただいており誠にありがとうございます。それでは、えー、穴水町の説明をさせていただきます。穴水町は人口7072人の、えー、面積が 182キロ平方センチメートルの小さな町です能登半島の中央に位置しており、奥能登の玄関口として栄えておりました。能、え、登、ー、里山空港からは一番近い市街地として、えー、非常に東京からも近いということで、多くの方に観光に来ていただいておりました。また、約1キロの商店街がございまして、そちらではカフェローエルといったイベントやハロウィンパレードなど、 たくさんのイベントでにぎわっておりました。また、地域のコミュニティとしても活用されており、花水町の中心に商店街があり、そこが、そこから多くの方がのにぎわいが生まれていたというようなところです。また、里山、里海に囲まれていることから自然も豊かであり、マリンスポーツやそういったものも最近では栄えておりました。 次に穴水町の現状をご説明させていただきます。令和6年、能登半島地震により甚大な被害を受けましたえ。この写真は商店街の発災当初の写真となっております。こちらの倒壊した家屋があると思うんですが、こちらは商店街に軒を連ねておりました40店舗のうちの一部です。このように大きな被害を受けていまして、え穴水町のなりわい、 そして生活が大変脅かされているような状況です。今回、穴水町仮設商店街事業の目的といたしまして、穴水町のなりわい再建、そして地域のコミュニティとして、町の中心としての商店街のにぎわいを取り戻すということが目的となっております。穴水町仮設商店街事業では、え商店街の中に全 発注区画を整備いたしまして、被災した事業者の生りわいの再建を目的としております。今年の10月に開店する予定です。でこの時、えー、商店街そのもの、店舗そのものを建てる費用は、国からの補助金でできるんですけれども、店舗内の設備は事業者様の負担となっております。そのため、 事業者の方には、店舗の再建費用と入居のための設備の費用という2つの大きな負担がかかるような状況となっております。そのため、穴水町としましては、小規模事業者応援補助金の拡充による負担の軽減をさせていただきたいと考えております。現状の補助金ですと、補助率が1 2分の1、限度額が50万円となっておりますが、派生商店街の入居者額といたしまして、 補助率が4分の3、限度額を150万円とした補助金を出したいというふうに考えています。え現在、仮設商店街の、えー、入居の応募自体は締め切っておりまして、全8区画中、8区画すべてが埋まっており、えー、9の事業者の方がすべて入居が決定しております。また、その方々につきましても、えー すでに入居は決定はしているんですけれども、ずっとそこ,こでやり続けるというわけではなく、もちろん元々の店舗の再建、また補修が終わり次第、こういった仮設の店舗からは出ていくような形にはなるんですけれども、そうなった場合にはまた別の事業者の方が入られるような想定で動いております。この事業を することによる成果といたしましては、再建まで店舗の再建までの成り行の確保、そして、えー、金銭面の負担軽減による再建の後押し、そして穴水町民のコミュニティの再生であると考えております。仮設商店街を建設することにより、もともとの商店街もまとめてあのー、そこを起点としてコミュニティを再生していけると考えております。 企業様のメリットといたしましては、穴水町のコミュニティとのつながり、そして穴水町の事業者とのつながりによる、事業展開の機会の創出ができるというふうに考えております。穴水町は非常に大きな被害を受けましたが、このようにして、少しずつ生りいの再建や復旧・復興に向けて歩みを進めているところでございます。 どうぞ皆様からのご支援をいただきたくなります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは少し短いですが、えー、これでプレゼンの方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。石川県天水町、ご担当者様ありがとうございました。 ご質問のある方は挙手またはミュートを外して発言をお願いいたします、はい、では以上で終了となります続きまして石川県の都町のご発表になります どうぞよろしくお願いいたします。はい、石川県の都庁のハイヤと申します。どうぞよろしくお願いします。ちょっと画面共有の方をさせていただきます。画面共有できてますでしょうか。 ちょっとお時間かかっているみたいであ誰ですかはい。ちょっと待ってくださいね。はい。すみません。はい。多分画面が固まっているかな。ちょうど今映りました。はい、はい。では。はい 改めまして、石川県の都庁のハ愛也と申します。どうぞよろしくお願いいたします、えー。この発災後ですね、全国の皆さん、企業の皆さんからご支援を賜り、誠にありがとうございます。では、野都庁はですね、野都の半島の先端部に位置しています。で、えー、2011年に世界農業遺産というところで、野都の里山里海に育まれですね、 豊かな暮らしがあって、そこには農林漁業などの生業。そして祭礼等の文化で唯一無二の貴重な日本の原風景と言われるものが広がっている豊かなのはの特徴になっております。しかしながら、令和6年1月1日16時10分。この日を境にですね。私たちの暮らしは大きく変化が訪れました。 町内全域が面的にです、ね、甚大な被害をってですね、地震による倒壊、そして津波、そして火災も起こりです、ね、まあ、町民、全町民がです、ね、被災者となって、今、復旧、復興に取り組んでいるところでございます。ただ、ここはです、ね、あのこの地震による大きな被害というのがありまして、なかなか 我々1月1日からですね、時計の針がなかなか進んでいかないというところが大きく抱えています。そして、これまで日本各地で起きてきた災害の経験則として、災害は地域のトレンドを加速するというふうに言われております。我々はですね、12月31日まででも大きな問題を抱えておりました。それが人口減少というもので、近年、 5年で1割ずつ人口減していくっていうところ。私は今、これまで10年間地方創生を担当しておりますが、この間に2割以上の人口減が起こって、高齢化率は10%上がってきたっていうところです。今、特にネガティブな話をしているわけではなくてですね、これが実際に能登町で起こってきたこと、それがこの1月1日をもってですね、先ほどの経験則に当てはめると、 さらに人口減と高齢化が加速するのではないかというところが大きな懸念となっております。そしてこの復興まちづくりに向けてどう対応するかというところ、やはり先ほど、面的にですね全町内がですね甚大な被害を受けているというところで、やはり内部のリソースだけでは対応できないというところがあります。今5月に入りりまして復興の基本方針を作り そして、委員23名からなる復興推進委員会、これは平均年齢48歳という形で、まあ、現役世代を中心として、前を向かって進もうというふうに取り組んでおります。そして5月の17日から25日は、町内15会場でですね、まあ、町長を含め執行部が全員出席をするもとで、町民の皆さんのご意見を聞きながら、今、進めております。今後月月に入りますと全町民へのアンケート調査そして7月14日以降はです、ね 中高生や若者、テーマを絞ってですね、意見を聞かな、対話を重ねて積み重ねていく。そして我々はですね、この誰も経験したことない、ね、半島による大きな地震というところで、これまで東日本や熊本で起こったような被災地の自治体の皆さんや、また民間の企業さん、そして大学の皆さんが知見をいただけな、進めていきたいというふうに考えております。基本理念としまして、まずは多くの 住まいを失った方々がおりますので、住宅を再建していくこと、そして経済活動、なりわいの再建を図っていくこと、これを早期に取り組むことによって、先ほど大きなトレンドというふうな話をしましたが、人口流出というところに向き合いながら、そして新たな能登町の価値を突き上げ、作り出すような力強い未来を想像していきたいというふうに考えています。 で復興スムーズにあたりまして5つの柱を出しておりまして、まあ、インフラ等の復旧はもちろんのこと先ほど基本理念に挙げました、まあ、生活、暮らしの部分ですね再建をしながらなりわの再建そしてまた町民の皆さんの中にはですねまた大きな災害が起こるのではないか大きな不安感を抱えたままでいる町民の皆さんが多くいらっしゃいますね今回の発災を受けての対応をですねしっかり検証しながらこれからの災害に備えていくというところ。 そして新たな価値を生み出すような復興プロジェクトを創出していくところ、ここはしっかり対話を重ねながら積み重ねていきたいと思っています。ここにはですね、先ほど申しました内部のリソースではどうしても我々は一歩前に踏み出すことがなかなか難しい現状がありますので企業さんをはじめ全国の皆さんと共に作っていきたいというふうに考えております。最後にこれはですね、1月の27日、役場のホールに 町唯一の能登高校の書道部がですね掲げたものになっています心を掲げたものに対しては我々の思いが全て組み込まれてですね思いが込められたような形で本当に1月1日から多くの皆さんからですね支援をいただきながら我々はここに歩んでくると。ここからですねやはりやっぱり輝く光ですね道しるべとなってあ明るい兆しをですね皆さんと共に作りながらそれが 輝きとなり、光っていくような、の土地を作っていきたいというふうに考えております。なかなか、内部のリソース、では、なかなか難しいところではございますが、そこに。皆さんとともにですね、ご使用いただきながら、前へ進んでいきたいというふうに思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。はい。石川県の土地を、ご担当する浜、誠にありがとうございました。 では、ご質問ある方は挙手、またはミュートを外して、ご発言をお願いいたします。では、いらっしゃらないようなので、これにて、あの、以上となります。誠にありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、続きまして、福井県のご発表です。どうぞよろしくお願いいたします。 ただいまご紹介いただきました、福井県県産材活用課、福井の木利用室の吉岡と申します。本日は企業の皆様に、このふるさと納税を通じて、福井県に興味持っていただくきっかけになればと思っております。それではどうぞよろしくお願いします。えー、それでは、福木フェス開催支援事業について発表させていただきます。あつらいごめんなさいはい。 まず福井県に暮らす県民や子どもたちの住まいや暮らしについて少しお話しさせていただきます福井県は全47都道府県幸福度ランキングにおいて5年連続総合1位に選ばれています県では日本一幸福な子育て県福井区県を宣言し社会全体で子育てを応援する環境づくりに力を入れております その結果、待機児童ゼロの実現、夫婦共働き率全国第1位など、多くの成果が出てきております。その中で、福井県民の住まいや暮らしに関して見ていきますと、まず住宅の持ち家と賃貸の比率では、47%の世帯が持ち家で、全国第6位の持ち家比率になります。さらに 1戸あたりの持ち家の延べ床面積は全国第2位と比較的広い住宅に住んでいるといった傾向があります。また、3世代世帯割合は全国第5位、1世帯あたりの人員は全国2位と、福井県民は持ち家志向が高く、祖父母と一緒に比較的広い家で暮らしており、みんなで安心福井 のびのび暮らす福井の子というのが福井県民の住まいや暮らしの実情になりますまた福井県の住宅の木造率というのも全国平均54%に対して76%と比較的高く、えー、県民は木造の住宅に関心があることも伺えますそのような背景のある福井県におきまして、えー、木との触れ合い遊び 体験を通じて、子どもたちに福井の木の魅力を伝えるイベント福木フェスを開催いたします。開催日時は、令和六年九月七日、八日の二日間。サンドーム福井という県内唯一の全天候小型ドーム施設になります。福木フェスは昨年度五月に初開催いたしまして、一点一万人。 県人口のおよそ1.4%を動員した大規模なイベントになりますこちらは昨年度の福木フェスの開催写真になります福木フェスは子どもたちが木のおもちゃで遊ぶ木のおもちゃ博エリアと木造住宅などを手掛ける県内公務店の出店ブース福井の住まい博エリアの2つに分かれております 木のおもちゃ博エリアでは、木との触れ合いを通じて、子どもたちに福井の木の魅力を伝えるというコンセプトのもと、親子で楽しむ木工体験であったり、恐竜のおもちゃ制作といった木育のワークショップと、300種類以上の木のおもちゃで自由に遊べる木育キャラバンのコーナーがあります。 本イベントでは木のおもちゃを前にして子どもたちが好奇心を全開にして遊ぶ瞬間にたくさん立ち会うことができます。それは日常を共にするご家族にとって木で遊ぶ子どもたちの姿はどんな言葉よりも木に親しみ木の良さを理解するといった体験になります。 福木フェスはこれから新築住宅を検討する子育て世代を中心に遊びを通じて福井のあ木の魅力を知ってもらい将来にわたって木のある暮らしを提案するといったところにイベントの狙いがあります。持ち家志向の高い福井県で木のある暮らしに興味を持ったご家族が県内公務店と出会う場住まい泊エリアを提供したいというのがこのイベントの目指す姿になります。 少しお話変わりますがここ,で福井ここで福井県内の森林についてお話をさせてください。福井県は県土の75%が森林という全国有数の森林県になります。里山に植えられた木は利用期を迎えておりますが木材の利用というのはまだまだ進んでおりません。右の図にある通り、えー、森林の循環というものは植える、育てる、収穫する適材適所で使う。 といった森林の循環が必要ですでこの森林循環によって CO2 の吸収能力の維持・向上以外にも雨水を蓄えてきれいな水を生み出す気候変動を緩和するなどといった森林は多面的な機能を発揮しますこの多面的機能の発揮はまあ、人類がこの地球で暮らし続けるために達成すべき目標である SDGs にも貢献いたします また2つ目ですが森林は光合成により大気中の二酸化炭素を吸収し炭素として固定します木材は燃やさない限り炭素は空気中に放出はされません山から木を伐採し住宅や木製品として利用する間も木材の中に炭素は固定されたままであるため木造の建築物は第二の森林とも言われています木材は 鉄などのその他の資材に比べて製造や加工時に排出する二酸化炭素が少ないことから木造の建築物はカーボンニュートラルに貢献すると言われております。ここまでの話を少しまとめますと木を福井の木を伐採して木材を利用するということは SDGs そしてカーボンニュートラルに貢献いたします。そして目指す姿 え冒頭に紹介いたしました住宅の持ち家志向が高い福井県においてこれから新築住宅を検討する子育て世代を中心に、まあ、将来にあた,たって木のある暮らしを提案することで、まあ、福井の木の利用につなげたいこれが福木フェスを開催する県の願いになります。 そして福井の木の利用は、SDGs やカーボンニュートラルといった持続可能な社会に向けて取り組む目標の達成に貢献していきます。このような思いで開催する福木フェスにご賛同いただけましたら、ぜひふるさと納税のご支援をご検討いただけますと幸いです。最後にご支援いただいたふるさと納税の活用方法についてお話しいたします。 いいただいただご支援は福井の木で作る滑り台、カンナクズプール、そして福井の木で作るジャングルジムの製作に活用させていただきます。昨年度、こちら行列が絶えなかったこのアトラクションは子どもたちが木のぬくもり、柔らかさそして香りを直接体験できるイベントの中でも目玉のアトラクションになります。 そして、えー、ご支援いただく企業様のメリット、連携のイメージといたしましては、まあ、県庁ホームページにてふるさと納税支援のご紹介、そしてイベント当日に会場内でも支援のご紹介をさせていただきます。SDGs やカーボンニュートラルといった課題にご関心のある企業様、また、福目フェス開催の趣旨にご賛同いただける企業様、ぜひ、えー、企業版ふるさと納税でのご支援をお待ちしております。 事業の内容へご質問などございましたら、県産材活用課までお問い合わせください。本日はお時間いただきまして、ありがとうございました、はい。福井県ご担当者様、ありがとうございました。では、ご質問のある方は、挙手またはミュートを外して発言をお願いいたします。京都府さん。 京都市様いかがでしょうかすいません間違っとしてしまいました申し訳ございませんあ拍手をしようと思いました拍手あ今できてますね <laughs> はいありがとうございます、はい、ではあの福井県様の以上になりますので続きまして、えー、福井県小浜市のご発表になりますどうぞよろしくお願いいたしますお願いします画面共有いたします ご免許できておりますでしょうか入ってきておりますありがとうございますそれではただいまから福井県小浜市の、えー、紹介をさせていただきたいと思います、えー、福井県小浜市からはキッズプレイパーク七色管理運営事業についてご紹介させていただきたいと思いますまずはじめに小浜市の紹介をさせていただきます小浜市は日本遺産 三ケツクニとして認定されている食の町です古代から豊富な海産物を朝廷に献上し今日の都の食を支えてきた歴史がありますまた2001年には国内で初めて食をテーマにした食の町づくり条例を制定し市内保育園や幼稚園の全年少児がキッズキッチンに参加する 義務職域というような制度もとっており、職を格として、職域推進、産業振興、健康づくり等に取り組んでいます。また、お箸の町としても有名で、日本の塗り箸の生産量のトップシェアを誇ります。このように、職に関することが、お箸の含めて魅力溢れる町が小浜市となっています。続いて、 オバマ市の抱ええる課題についてお伝えします人口減少少子高齢化、近年進む人口減少少子高齢化により、小浜市では2020年には2万8991人だった人口が、2050年には 21, 21 2万1212人と27、27%減少する見込みと言われています。 オバマにある食の歴史や地域資源を守り活用し次世代へ引き継ぐためには将来のちづくりを担う人材育成、育て支援が必要不可欠だと考えています。そこで、オバマ市では市内の保育園に通う園児の保護者にアンケートを取りました。すると、遊具で遊べる屋内施設がない、また、 思いっきり体を動かせる空間が欲しい。お子様トイレやおむつ替えスペース、授乳スペースが欲しいというようなアンケートの結果が出てきました。小浜市には室内の遊び場が少ないのです。そこで私たちは子供の室内遊び場を整備することになりました。天候に左右されず、 子供たちが安心して訪れることができる場所、そして保護者も安らげる空間、親と子が集まり、人と人の交流が生まれる場、そして何より子育,てを子育ての支援となる、おばまっ子の五感を育める場所の創出を目指す事業です。そして令和6年5月、キッズプレイパーク七色、 市内遊び場を整備いたたししましたコンセプトは7色のように子どもたちの多様な個性が発揮できる場所そしてメインターゲットを0歳から6歳お子様トイレや授乳スペース等を完備し走り回れるスペースのほか小さなお子様も安心して遊べるようにエリア分けをしていますまた隣接する公園や 屋内砂場と連動することで五感を育める場所の創出に取り組みます。オープンしたばかりのキッズプレイパーク7色ですが、今後は四季で遊具の入れ替えを行っていきたいと思います。秋の来ないワクワクした気持ちや、常に子どもたちと一緒に成長し続ける施設になっていきたいというふうに考えています。 続いて得られる効果です。笑顔で育む子育て環境の充実というところで、心身ともに健やかな子どもたちの育ちの支援、そして親御さんたちの子育ての不安を軽減し、安心して子供を産み育てることができる環境の充実を目指しています。最後に企業様の寄贈するメリットについてです。 企業様のご寄付をいただいた企業様には、市のホームページへの掲載やお礼のお手紙を送るなど、企業様の SDGs への貢献となるよう、御礼をさせていただきたいと考えています。本市の事業に興味を持たれました企業様がいらっしゃいましたら、企業版ふるさと納税を活用し、ぜひ本市への事業の ご理解をいただければと思います早いですが以上で説明を終わりますありがとうございますはい、えー、福井県小浜市ご担当者様誠にありがとうございましたではご質問のある方は挙手またはミュートを発してご発言をお願いいたします でうはい、ありがとうございました。それでは、アドバイザーによる公表になります。吉弘アドバイザー、よろしくお願いいたします。はい、えー、ただいま、ご紹介に預かりました。えー、内閣府か、キーパンフットと納税マッチングアドバイザーの吉弘拓 h と申します、えー。どうぞよろしくお願いいたします。えー、ただいま、えー、 石川県の復興の話、それから福井県のお話、えっとですね、いろんな多岐があったってお話をいただきました。まず冒頭にこの復興のことについて触れていきたいというふうに思います。 まず、東方電気産業様からですね、こういった取り組みを継続的に支援をされているというふうなお話をいただきました。やはりこれ寄付をしていく上においてはですね、いかにその地域の皆さん、そして関係している従業員の家族の方とか、様々な視点でですね、こういったところに対して、どのような形でアプローチをしていくか、この点については非常に大きなポイントだろうというふうに思っております。 復旧、復興というのは、5年ではなく、やはり10年という単位でですね、おそらく進んでいくものであろうというふうに思います。私自身も九州北部豪雨という災害2回やってございまして、いまだに平成29年ですかね、復旧から、まだまだ復興の半ばというところでございます。そういったところに関しましても、これ、石川県の取り組みに関しては、いろいろな思いがありますので、お話を確保にしていきたいというふうに思います。まず、穴水町の八藤さんから、 生業そしてコミュニティえまた、にぐわいを復興していくんだというところへのご支援をいただきたいという話がございました。復旧のまだまだ未知半ばというところだというふうに思いますけれども、まさにこれから復興していくためにはどうしていくのかという視点で、この第一歩をどのように踏み出していくのか、この第一ステップとして、ですねこの8区画の取り組みということで、地元の事業者さんを何とかして応援をしていくと。 まあその取り組みに関して、ぜひ、企業版不足農税で、後押しをいただけないでしょうか、というふうなお話がございました。え店舗の再建というのは、まさにこう簡単なことではございません。えこういったチャレンジといいますかえ、こういったきっかけをしながら、え徐,々に徐々に、徐々にですね、復旧、復興への道、これを歩んでいくものだというふうに思います。えこういった取り組みを、この段階からですね、支援をしていくということは、あるいは、お支えいただくということは、社会的にも、そして、えー 世界的にも、また日本全体としても意味がある、あるいは意義がある取り組みではないでしょうか、ぜひさまざまなアプローチからご検討いただければというふうに思っています。また次に能登町の早さんからお話をいただきました、本当に世界遺産ですね、世界農業遺産として非常にこう有名で、かつ唯一無二の日本の原風景が広がっている、これが能登町の元の形といいますか、広がっていた風景でございました。 これが1月の震災の以降ですね、非常に難しい状況とこうなっていまして、いかにこれ、復旧、復興していくのかということについては、うんえーま、後ほどの早さんからもりましたけれども、平均年齢48歳という、ま、現役世代、これからの復旧、復興になっていき、これからの町づくりを担っていく、そういった皆さんたちがかかっていく取り組みに関して、ぜひご指名いただきたいというふうな話がございました。 能登町といいますと、です南、ね、出、えー、水町もそうかもしれませんが、もともとさまざまなことにチャレンジをしてきた、えー、2つの町でございます。特に能登町では、えー、皆さん、えー、テレビでもご案内かもしれませんが、イカキングというふうなです、ね、非常に大きなユニークな、えー、イカがございまして、いろいろとありましたけれども、とはいえ、今は復旧・復興へのシンボルとして、えー、大きく未だにこう残っているというところでございます。えー、そういった意味でも まだまだ道半ば、そして道なる道というんでしょうか、早さんや地域の皆さんも、これからどのように復旧、復興していくのかということを常にこう考えながら日々過ごされているというふうなことも、私もプライベートでもお付き合いがございますので、聞いているところがございます。アンチ模索だからこそ、今、手を取り合ってですね、このご参加いただいている企業の皆様と、パートナーシップをつないでいただきながら、新しい これからの未来をどのように作っていくか、まあ、この対話にご参加いただければというふうに思いますし、様々なことにチャレンジをしてきた、こういった背景がございます。きっと復興にあたってはですね、単なる復旧復興ではなくてですね、新しい形での、新しいのと安東というものを作っていただける、まあ、そんな可能性があるというふうに思っていますので、ぜひ、このきっとできるというふうなキーワードが多分あったかと思いますけれども、えー、ここに対して様々な角度から いろんなできるという思いをですね、元気玉方式で集めていただければ幸いかなというふうに思っていますので、ぜひお力添えの方をいただければ幸いでございます。えー、次に、福井県から、えー、木育に関してですね、えー、福木フェスについてのお話がございました、えー。ちょうどこの6月から、えー、森林環境税が導入されたというところもありまして、非常にタイムリーな話題だなというふうにこう思ったところでございます。ウェルビング推進権、えー、と言ってもいいでしょう、この福井県はですね、えー 幸福度が日本一であるということを掲げながら、えー、住民の皆さんの愛着や誇りに寄り添った、えー、施策、政策というものを展開されています。えー、今回のおこの福目フェスに関しては、9月の、えー、7日と8日に連動されるということですが、えー、それ以外にもお広く様々なことに取り組みが進められていくものというふうに考えています。 私の中にも、これ脱炭素という話、カーボンニュートラルというところがございましたけれども、国土の約7割がこ日本というのは森林で占められています。これをいかに有効活用し、そして育んでいくのか。 まさにこの暮らしに身近な部分からですね、どのように関わっていけるのかという視点では、このウッドスタートというところも含めて、様々な可能性があるのではないかというふうに思いますし、私たちの暮らし、そして日本の宝としてですね、この木材、あるいは森林環境というのがあると思いますので、ぜひそういったアプローチからも、こういった取り組みにご参画いただける、そんな可能性があるのではないかというふうに思った次第です。そして、福井県の小浜市からはですね、吉村さんから、キッズプレイパーク七色の 管理運営事業についいてのお話をたただきました少子化対策というのは、まさにこう最近のニュースでも出ておりますけれども、少子化がなかなか止まらないという中において、どのようなアプローチからこれを国全体として、あるいは社会全体として、添えていかなければいけないのかという話にも直結するというふうに思っています。特に企業の皆様におかれましては、将来の社員の皆様をどう確保していくのかというところにもつながっていくのではないでしょうか。 少子化対策は、そういった意味ではですね、ぜひ企業の皆様も、この段階から、様々な自治体の皆さんとアプローチをしていく、あるいはタッグを組んでいくことにおいて、子育て支援、あるいは、様々な環境教育というものをですね、育んでいくための取り組みを、この段階からしていくということがですね、小さな頃から関わりを、関係性を繋げていく、そして紡いでいく、その結果、例えば、将来、 えー、御社がが、えー、このの選択肢に上がっていいくのではないかあるいは共に育んできた、歩んできた、そして、えー、一緒になってですね応援してきたんだよということを、えー、会社のイメージとしても、まあえー、アプローチができるのではないかというふうに思っていますし、えー、長期的なサポートというのが非常に重要な視点かというふうに思っています。 以上、4つの自治体からもございましたけれども、やはりたくさんの希望、そして笑顔、こういったものがあふれるような社会を作っていくためには、この企業版ふとと農業を活用していただき、かつさまざまな事業にえ今日出していただいたところもそうですけれども、いろんなアプローチからチャレンジができるという環境が整っており、かつこういった取り組みができるというのは、この企業版フとと農業の醍醐味であるというふうに私も思っています。この後の対話の時間もございますので、ぜひその部分から、こういったことはないでしょうかというふうなです、ね、そうファットな あークッションといったものを投げていただければですね、ぜひいろいろな対話が進んでいくというふうに思いますので、ぜひぜひこの後の時間についてもまたいい意味で楽しんでいただきながら共に悩みそして考えていただけるこんな時間になればというふうに思っています。私からのコメントについては以上でございます。ありがとうございました。はい、吉弘アドバイザーありがとうございました。以上で前半のプレゼンテーションが終了となります。皆様ありがとうございました。これより。 10分程度休憩とさせていただきます再開は14時40分を予定しております それではお時間となりましたので、後半のプレゼンテーションへ移らせていただきます。はじめは、岐阜県のご発表になります。どうぞよろしくお願いいたします。岐阜県でございます。本日はよろしくお願いいたします。では資料の方を共有させていただきます。 お待たせいたしましたご覧いただけますでしょうかはい見ておりますありがとうございます改めまして私岐阜県庁文化祭総務企画課の田中と申します本日はよろしくお願いいたしますえ、私からは西流の国岐阜文化祭2024と西流の国岐阜総務2024の開催についてご説明させていただきます この夏、本県では文化部のインターハイである全国高等学校総合文化祭、清流の国岐阜総文2024の開催を予定しております。さらに秋には、清流の国岐阜文化祭2024と題しまして、国内最大の文化の祭典でございます、国民文化祭、合わせまして全国障害者芸術文化祭を開催いたします。 資料にも記載いたしておりますとおり合わせて3つの文化祭を連続して開催いたしますこの令和6年本県では文化イヤーと位置づけましてさらなる文化の発信に向けてただいま準備を進めているところでございます両文化祭においてはお示しの3つの柱を軸に多彩な事業を展開してまいりますまずは本県文化の内なる進化 次に国内のみならず海外との交流も念頭にした外への発信そして千災圏であります石川県の状況を踏まえまして能登半島地震からの学びとさせていただきましたこの柱立てに沿って文化芸術の力を生かしたさまざまな取り組みを進め一人一人が共に輝く共生競争社会の実現を目指すとともに地域への愛着と 誇りの情勢につなげてまいりたいと考えております。えまず国民文化祭と全国障害者芸術文化祭から構成されます「清流の国岐阜文化祭2024」についてご説明させていただきます。こちらは「共につなぐ未来へ清流文化の創造」をキャッチフレーズに10月14日から42日間にわたり開催いたします。 大会の総合プロデューサーは東京芸術大学学長の日比野勝彦さん応援大使としましては本県とご縁の深い竹下恵子さん今野美佐子さん伊藤英明さん大前浩一さんの4名にお願いし本文化祭の PR 等にご尽力をいただいております開催期間中は県内すべての市町村で合わせて300を超える文化イベントを予定しております この中から冒頭にお示しした3つの柱に基づきまして主な事業をいくつかご紹介させていただきますまずは資料下段左側に記載しておりますが内なる進化としまして各地域の文化を見つめ直しそれぞれの推しを見つける清流文化地域推し活動を実施しておりますこちらは地位推しの愛称で親しまれておりまして現在県内の各市町村で 開会式でで披露するるためののオブジェの制作に、えー、取り掛かっていいところでございますえまたこちら5ページの資料下段の右側になりますがアートに触れることで体と心のケアを図る文化的処方プログラムとしまして本文化祭の総合プロデューサーである日比野勝彦氏によるシンポジウムなども開催いたします。 次に外への発信としましてこちらも資料下段の海外国内大交流プログラムというイベントでは世界の伝統ある踊りや音楽のパフォーマンスと国内各地の風流踊りを楽しめるイベントを開催するとともに会場には各国と本県のグルメブースなども出展する予定でございますそして最後にですね 能登、えー、半島地震からの学びとしまして開会式では被災地復興に向けた祈りを込めて石川県の伝統芸能の披露を予定しておりますえ続きまして清流の国岐阜総文2024についてもご紹介させていただきますえ先ほどご紹介した国民文化祭に先立ちまして来月7月31日からの6日間 全国から約2万人の高校生が本県へ集う文化部のインターハイとも呼ばれる文化祭でございますこちらは集え青き春漕ぎ出せ地のいかだ南もきらめく清流の国へを大会テーマに各都道府県を代表する高校生が本県に集い部門ごとにあらゆる芸術文化活動の発表が行われます こちらの資料には具体的な部門と開催地を記載しております期間中は県内15の市町で計22の部門別,部門別行事を開催いたします10ページからは総文の3つの基本方針愛する、つなげる、伝えるの3本柱に沿って主な事業を記載しておりますこちらでは個別の説明は割愛させていただきますが 本件はウェブサイト等でまたご覧いただければ幸いでございます。最後に、企業版ふるさと納税におけるご寄付の対象についてご説明いたします。ご紹介しました、清流の国寄付文化祭2024と、清流の国寄付総分2024の2つの文化祭から対象をお選びいただくことができます。 また、両文化祭にご寄付いただくことも可能清、ま、流の国寄付文化祭2024につきましては、本県独自の企業協賛制度も設けております。協賛の区分に応じまして、全国に配布いたしますガイドブックへの報告の掲載など、さまざまな特典をご用意しております。ご賛同いただける企業の皆様からのご連絡をお待ちしております。 岐阜県からは以上でございます。本日はありがとうございました。はい、岐阜県ご担当者様ありがとうございました。ではご、ご質問ある方は挙手で、またミュートを外してご発言をお願いいたします。はい、はい、では、岐阜県の。 以上で終了となります。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。続きまして、ええー、京都府のご発表になります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは京都府高齢者支援課の滝本と申します。 どうぞよろしくお願いいたします、えー、人生百年時代を迎えた今企業様と京都府のタイアップにより高齢者の生きがいづくりにを応援する事業についてご説明をさせていただきますまず最初に京都府の背景についてお伝えしたいと思います京都府は南北に長く北は日本海に面し南は奈良県三重県と接しています 少子化により総人口が減少する一方で、高齢化率は今後も上昇をしていきます。京都府においても、高齢者人口は73万5000人以上、高齢化率は29.5%となっており、全国平均を上回っております。少子高齢化により、全国的に共通する課題かとは思いますが、 地域を支える担い手が不足している状況にあります。しかし一方で就労やボランティアなど社会活動に参加したいという高齢者の意欲が高まっていることも分かっております。活躍したくても活躍の場が不足している。活躍場所の情報が十分に共有されていないといった状況により高齢者の社会参加意欲が 残念ながら活動に結びついていないという状況があることが分かりました。そこで京都府では、高齢者生きがいづくり、社会参加促進事業を実施していきたいと考えております。京都府の将来構想である京都府総合計画において、高齢になっても能力を発揮でき、住み慣れた地域で安心して暮らせる、 社会の実現を目指しております人生100年時代を支えるための本事業の内容として大きく3点ございます。まず1点目は高齢者の生きがいづくり2点目は高齢者の社会貢献を応援3点目は高齢者に優しいサービスの創出です。 それでは授業の内容について順にご説明をさせていただきます。まず1点目、高齢者の生きがいづくりとして、シニア大学を京都府内の各地で開催します。シニアの学ぶ意欲、活動する意欲に応え、生きがいづくりに貢献するとともに、学んだことを活かして地域活動へつなげていただくものです。シニア大学は高齢者の学びたい意欲を掘り起こし、 開講すするものので、で学びの分野は様々です観光歴史京都の文化芸術といった人気の講座や健康スポーツなどに加えてスマートフォン SNSSNS などのデジタルツール活用講座など多岐にわたっております多様なテーマ設定が可能ですので企業様のノウハウを生かした講座の開講もできたらと考えております また合わせて高齢者の健康と生きがいづくりにつながるシニア向けのイベントを開催します。子供や高校生との交流ができるエリアなども設け、世代を超えた触れ合いの場となっております。シニアの暮らしに役立つ情報コーナーでは、企業様の商品やサービスの紹介ブースを設けております。コンテンツ,のコンテンツ発信の場としても、ぜひ連携できればと考えております。 このほか、文化、スポーツ、ボランティアなどのサークル活動への支援を行い、シニアの方の仲間作りに、仲間づくりに貢献をしてまいります。次に2点目の取り組みといたしまして、高齢者の社会貢献を応援するシニアボランティアバンクを開設いたします。地域活動の担い手やボランティア活動にあたり、 必要となる知識や技能を習得できるセミナーをまず実施いたしますそしてシニアボランティアバンクにおいて社会貢献活動に意欲的な高齢者と地域活動をマッチングいたしますシニアの方はこれまで培ってこられた豊かな経験や知識・ノウハウをお持ちですこうしたご経験を活かし人手不足でお困りの団体とマッチングをすることにより 活躍をしていただこうというものです。最後に3点目といたしまして、高齢者に優しいサービスの創出です。人生100年時代を安心して迎えていただくために、京都府では認知症に優しい異業種連携共同宣言に賛同いただいた企業様を中心といたしまして、認知症に優しいものやサービス、 を検討いたしまして実践をしておりますいつまでも生き生きと暮らせる社会は元気な日本を支える重要なテーマです認知症をはじめとする高齢者の方のお悩みに寄り添い高齢者に優しいをキーワードとして企業様とのタイアップにより事業の展開をしていきたいと考えております本事業の実施を通しまして 高齢者の学ぶ意欲や活躍する意欲に応え、生きがいづくりに貢献をいたします。また、地域活動の担い手として、活躍する高齢者を増やし、地域の活性化につなげます。さらには、高齢者が地域社会で役割を担い、活躍されることで、健康増進、介護予防にもつながります。高齢者への生きがいづくりへの応援をお待ちしております。 企業様のノウハウを生かしたシニア大学への参画やシニア向けイベントの参加など連携に向けたご提案をお待ちしております。京都府高齢者域外づくり社会参加促進事業についてご清聴いただきどうもありがとうございました。 はい、京都府のご担当者様ありがとうございましたありがとうございますではご質問のある方は挙手またはミュートを外して発言をお願いいたしますはい、ちょっといらっしゃらないようなので以上で終了となりますありがとうございます はい、続きまして、えー、島根県神津市のご発表になります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。音声大丈夫でしょうか。はい、聞こえております。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。お 大変お待たせいたしました。島根県合津市政策企画課の福山と申します。本日はですね、合津市で実施しています無人駅周辺リブランディング事業についてご説明し,てしたいと思います。このたび、無人駅周辺施設、資源の有効活用方法について、合津市と共同していただける企業を募集しております。 ゴー市に限らずですが、全国的に無人駅となっている地域は多く、施設として何か有効活用できないかと考えられている自治体は多いかと思います。ゴー市,市もこの、すいません、ん担当者様。はい、ちょっと、あの、はい、資料の方が見えづらいので。例えばあ、ちょっとお待ち、はい,は,いはい、はい、はい。あれおかしいですかね。あれ資料が見え、見づらい。 ちょっとこちらの方で共有する形でも大丈夫よろしいでしょうか大丈夫です。はい。あはい。いせさせていただきます。いえいえ。えページめくってくださいなどいただければさせていただきますので。はい、知しましたはいすみません。お願いいたします。はい。はい えー、このゴーツ市もですね、無人駅となった施設の有効活用方法を考えまして、今年の4月にですね、ビール醸造施設を移転することとなりました。では、次のページ、申し訳ありませんが、お願いします。はい、えー。ゴーツ市のクラフトビール醸造メーカー様と協力し、全国でも珍しい徒歩0分でビールが飲める醸造施設ということで、オープンすることになりました。 おかげさまで数多くのメディアの取材や全国からの視察も来ていただいており、新しい無人駅の活用方法として注目を集めております。人の流れができつつあるこの無人駅を中心とした周辺施設の有効活用し、より大きな地域活用につなげたいと考えております。では、駅周辺の施設についてご説明いたします。では、次のページをお願いいたします。 駅からですね、徒歩10分のところに県立の水族館があります。え全国でも珍しい白イルカの育成をしておりまして、大人こども問わず大変人気のあるスポットです。白イルカ以外にもえ、館内をペンギンが散歩する生がなどもやっておりまして、地元の方にも愛されている水族館になります。同じくですね、徒歩10分のところになりますが、えー、こちらの方、海水浴場があります。 遠浅で非常に綺麗な砂浜とエメラルドグリーンの透明度の高い海で夏場はウィンドサーフィンやパラグライダーの方が楽しむスポットとなっております。では次のページをお願いいたします。 え水族館とは逆の方向になるんですが、車で10分のところにですね、温泉地があります。ちょっと画像だと左側になるんですが、温泉地とはちょっとわかりづらいですけれども、こちらですね、古くから地元の方々に愛された温泉地でして、ありふく温泉という名前に福がつく、大変のいい縁起のいい温泉となっております。美人の湯や美肌の湯としても有名で、美容のために来られる方も多い温泉になっております。 温泉地とは逆側になるんですけれども、駅から同じく車で10分のところに綺麗なゴルフ場もありまして、平日、休日にかかわらず人気で地元の方に特に退職された高齢者の方がよく利用されております。他にもテニスコートや芝生の広いサッカー場があったりもします。では、え次のページをお願いいたします。ただ、こちらの資源がですね、そんな素晴らしい資源が周りにあるのですが、これらの資源は街に十分活かせてないのが現状となっております。 次のページお願いいたします、えー。町には日用品や食品を購入するお店がないため、えー、住民の来訪者の買い物などに不便を感じられております、えー。先ほど海水浴場があるお話をしましたが、海の家もコンビニもなくですね、車で行かなければ買,買えない場所にあるのがまず不便なところになってます。 昔コンビニもあったのですが、高齢化のためお店を閉められてから販売するお店がなくなってしまっておりまして、新しいお店もですね、やはり高齢化のためにお店を出す人がいないのが現状となっております。その次がですね、バスなどと公共交通機関がないため、住民だけではなく環境、観光客の移動手段が限られているというところが問題になっております。 えー、駅から温泉地、ゴルフ場などの施設へアクセスする手段がなくですね、結局はその自家用車を持っている人が前提の移動手段となっているため、えー、観光客の人たちがもうレンタカーを借りてでしか行けないというような欠点がございますで。このゴーツ市では実はレンタカーのお店もないためですね、結局のところはその周辺施設にアクセスするのはどうやって行けばいいんだっていうような問題が発生しております。では、次のページをお願いいたします。えー それらの町の課題解決に向けてですね、具体的な取り組みを、え、ゴーツ市と共に活、考え、活動していただける企業様を募集しております。え、新たな、まあ、こちらの方の資源を活用して、こういうことをやってみたいと、何か、え、アイディアとかがありましたら、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。以上になります。はい、え、島根県ゴーツ市、ご担当者様、ありがとうございました。 では、ご質問ある方は挙手またはミュートを外して、ご発言をお願いいたします。<laughs> はいでは、以上で終了となります。島根県郷土市さんもありがとうございます。 それではアドバイザーによる公表になります。吉弘アドバイザー、よろしくお願いいたします。はい、はい、引き続き内閣府の、えー、基本発想の税マッチングアドバイザーの吉弘でございます。えー、3つの地方公共団体の方からご発表がありましたので、えー、振り返っていきたいというふうに思います。はじめに岐阜県、岐阜県の方からですね、清流の国岐阜文化祭2024。 えー、このことについて、3、えー、つ文化祭があります、ね、文化イヤーですよということについてお話をいただきました。一人一人が、えー、共に輝くというふうなキーワードがあるというところでのおプロジェクトのご紹介がございました。えー、最近は推し活というのがやっぱ流行っていますけれども、えー、今日のプレゼンの中にもこの推し活というところがです、ね、中に入っていたかなというふうに思っています。さまざまなプロジェクト、あるいは、えー、取り組みがある中において、えー、どのようなプロジェクトを 企業さんとして、あるいはここに参加されて皆さんとして推していくのか、ここについてぜひ、ですねいろいろなアドバイス、あるいはこの後の対話の時間において深掘りをしていただければというふうに思っているところがございます。また、この文化祭の中においては、能登半島自身の復興への祈りをともにやるということで、この国民文化祭をきっかけにしてですね応援をしていこう、こういった機運も高めていく、そういった取り組みをご紹介もございました。 国民文化祭というものは、この岐阜県を通じてになりますけれども、単にこう岐阜県だけを応援するものではなくて、この開催される岐阜県を通じて、国民全体の,この文化の機運を高めていく、こういったところにも企業や団体様としてですね、サポートあるいはアプローチができるきっかけになるのではないかというふうに思っています。 そして、高校生を含めた様々な世代の皆さんが関わり合う、文化を通じて関わり合うことができる、そのようなきっかけになる、そういった一年になるという風な、まさに文化イヤーであるというところがポイントかというふうに思いますので、この視点において、ぜひですね、この後の時間において対応いただければというふうに思うところでございます。様々な可能性が広がっているというふうに思っていますので、後ほどゆっくりとご覧いただければというふうに思います。 続きまして、京都府から人生100年時代における様々な取り組み、特に高齢者あの生きがいづくりをどのように促進していくのか、あるいは社会参画を促していくのかについてお話をいただきました。人生100年時代というものは、先ほどの少子高齢化の話にもつながっていますけれども、避けた通れない道でございます。 これはまあ企業の皆様におかれましても、そして一応、公共団体においても同じなんですけれども、どのようにしてこの国難といいますか、この場面を乗り越えていくのか、あるいはどのようにこのきっかけを生かしていくのかというところが求められていくものであるというふうに思います。これに対してまさに官民連携、官民競争においてですね、アプローチをしていけるのか、あるいはプロジェクトベースで物事が進めていくことができるのかというところが、一つ大きなポイントではないかというふうに思いました。 高齢者というふうなキーブーがたくさん出てきましたけれども、私はこう、あえて逆の立場からこう見たときに思ったのは、やはり他世代がどのようにこう交流していけるのか、また京都府というふうなブランドがございますので、世界の京都においてですね、どのようにですね、この日本が課題先進国として進んでいる高齢社会の中に、これ、企業として参画していく中において、新しい何かモデルというものが作れるのではないかというふうにも思ったところです。 観光、健康、そして環境といったキーワードもの中にはございましたけれども、さまざまな新しいアプローチあ、あるいは新しい価値観の中において、こういったプロジェクトをどのように生み出していくのかというところを、まさに京都府の皆さんと一緒になってですね考えていける、そんなきっかけがこの企業版納税にあるのではないかというふうに思った次第です。 この他にも京都府にはさまざまな事業がございますので、そういった取り組みを官民連携、官民競争の視点から、社会課題としてどのようにこれを解決していくのか、あるいは社会課題を、もしかしたらビジネスという視点で解決できるのかもしれません。こういった側面からぜひ、さまざまな取り組みについてですね、お話を聞いていただきながら、そしてこんな新しい価値観が生まれるんじゃないかというふうな対話もしていただければ幸いでございます。 社会課題を企業バッのところで解決をしていく、こういった取り組みが京都府でもできるのではないかというふうに思いました。最後に島根県の高津市から、えー、の福山さんですかね、からリブランディング事業への参画についてのお声がけがあったというふうに思います。無人駅の利活用ということで、徒歩0分でこのビールが飲める、まさにビール増上像があるというふうな地域資源がありますよ。 あるいは他にはですね、周辺には水族館があったり、あるいはゴルフ場があったり、アリフク温泉という非常にこう、ありがたいようなですね、温泉もあると、ネーミング的にもそうなんですが、とてもこう、インバウンド向けするようなお話が盛り込まれているのかなというふうに思いました。一方で、これらの地域資源をなかなか生かせ生きれていないというふうな課題もありますというふうな率直な 市のお考えももでですすねあるいいいいは課題感についてもご提供たただいたところです水族館、ビーチ、あるいは温泉、ゴルフ場、さまざまな地域資源がある中において、これらの地域資源をまさに官民連携、官民競争の視点からどのように生かすことができるのかというところが、一つ大きな今回のきっかけになるかもしれません。 中でも地域公共交通の話題について、これは全国各地で取り組まれておりますけれども、ご通知でもあるということでございました。インバウンド、あるいは,こは観光、地域社会においてはですね、これラストアーマイルをどのように進めていくのか。この視点も含めた、そしてこれは公共交通という視点だけではなくって、 通信とか、あるいは、えー、社会基盤を整えていくというふうなさまざまな角度から、僕はアプローチできるものだというふうに思っています。えー、こういった社会課題を地域の皆さんと共に解決できるというような取り組みをぜひご一緒していただきたいというふうな、えー、最後メッセージがございましたので、えー、こういったことが可能なんじゃないかとか、あるいはですね、ご、えー、通信ってどんなところなんだろう、こういったところからぜひ対話を,しを進めていく、まあ、そんなきっかけになればなというふうに思ったところでございます。 3つの地域ともですね、県と、それから市というところでございますが、いろいろなアプローチ、文化、あるいは高齢社会、あるいは社会課題をどのように解決していくかというふうな視点からお話をいただきました。この視点において、こうでなければならないということは決してないというふうに私は思っていますので、ぜひいろいろなアイデアを を組み合わせながらですね、えー、一つ一つ形にしていく、えー、そんなきっかけに、えー、この時間がなればなというふうに思ってますでは後ほどの対話の時間お待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします私からの公表は以上でございますありがとうございましたはい、吉弘アドバイザーありがとうございました以上をもちまして全プレゼンテーション及び公表を終了とさせていただきますご発表いただいた皆様アドバイザーの皆様ありがとうございました